よし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 いい感じですね。よし、いや、これと、ほいよ。よっ。はい、よっしゃい。では。命に感謝していただきます。それでは、では、では。今日の私の晩ご飯は、炊き込みご飯とトン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 と、やっぱりこの炊き込みご飯にやっぱり海苔が必要なんですよ。海苔は準備してあるんです。この瞬間写真では、いつもこのリビングにあるこの海苔をね、4枚ぐらいかな、とりあえず4枚ぐらいいきましょう。この海苔を、で、その大根さんがたっぷり入ったスープを。
大根好きな俺には大根さえ自分でもし作れたら完璧なんですけどね。まあ水耕栽培もできるっていうこと分かったけど、ちょっと検討中。なんで外人ってこういう食い物食わないんでしょうね。文化か。そうでしょうね。人には絶対わかんないよ、これ。ミシュランって感じ。あれってさ、よく日本選ばれるけど、あれ味分かってんのかな？さ、ミシュランなんてよく知んないけど、なんか日本人とかが、なんかそういう人たちが見てるならなんかわかるけど、なんかそういうイメージが俺の中でないですよね。だから日本人じゃないイメージが、そういう人たちがわかんのかなっていう、そのいろんな、あ、だからそういう人たちの方が逆にわかんのかな。世界中の食べ物の方がね、まあ、タイとかエジプトだったり、中国だったり、フィリピンだったり、逆にそうなのかもしれないね。そこはそう、うまく採点してるのか。俺、毎日これ食っても飽きないね。海苔の風味がたまんないね。いつか海苔も作ってみたいね。だって材料はありそうじゃない。まあその目の前の材料でできるのかどうか分かんないけど、海藻がいっぱいあるじゃん。あれで海苔ってできないのかな。
今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒を大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。地球のために使ってください。